ザコージパーキングエリア国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成ザコージパーキングエリアは長野県飯田市にある中央自動車道のパーキングエリアである中央道唯一のトイレ自動販売機のみが設置されたパーキングエリアである2021年にはスマートインターチェンジが併設された 建設中のリニア新幹線の駅の最寄り IC になることが見込まれている。ザコージスマートインターチェンジはザコージパーキングエリアに併設のスマートインターチェンジである。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となっている。接続する道路歴史中央道にザコージスマート IC 開通リニア新幹線駅にアクセス。 FNN 2021年3月29日閲覧 ABCD ザコージスマートインターチェンジの概要 E 出し2020年3月31日閲覧スマートインターチェンジの新規事業化準備段階調査の箇所を決定高速道路の有効利用や地域経済の活性化に向けて国土交通省道路局2020年3月31日閲覧 E19 中央自動車道ザコージ PA に接続するスマート IC の正式名称をザコージスマート IC に決定しました。E 田市、中日本高速道路株式会社。2020年3月31日閲覧。E19 中央道ザコージスマートインターチェンジが2021年3月28日17時に開通します。E だし、中日本高速道路株式会社。 2021年2月5日閲覧ザコウジスマートインターチェンジに関するカテゴリーありがとうございます。